野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあということで、はい、今日はヤクルト編でございます。おお、今どうなってるでしょうね。ねえ、このまま最下位から優勝するのかっていうね、はい、うん、ところはありますけど、はい、そんな中でも、うん、上昇軍団になっていくためにも作らなきゃいけないんで、うん、しっかりチーム作りを、はい、ドラフト大事です、うん、そうですね。あと今日ちょっとご報告あります。はい、あの10月2日土曜日夜8時から、うん、スカイ A で第2回プロ野球仮想ドラフト会議っていうのをですね、はい、僕と掛布さんと川上健信さん、はい、でヒロトさんと竹山さん、うん、そしてアマチュア野球界に詳しい専門家の皆さんでですね、仮想ドラフト、はい、だこのチームはこの選手がいいんじゃないのかって勝手に決めちゃうドラフトの番組がスカイ A で10月2日土曜日夜8時からあるんでね、うん、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、そこに行ってね、佐々木もアマチュア選手のことを勉強してきてるんで、はい、詳しいですよ。そうなんですね。そうそう、お互い様、お互い相思相愛だから。うん、そうです。あ、もう収録終わったんですか。終わってる。あ、そうかそうか。すごい面白かった。へえ。では皆さんね、はい、ぜひ見てください。はい。さあということで、はい、今日はねヤクルトです、うん。ヤクルトっていうところでね、じゃあ昨年のね、まずは振り返りしましょう。はい、ドラフト1位、慶応から木澤投手、うん、で、東北福祉大山野選手。うん、で星稜高校内山選手で、東北福祉大本山選手、独協大並木選手、うん、カテカル選手、うん、日本航空石川、はい、カテカルで、育成でヤクルトは下投手、うん、赤羽内野手、松井捕手、丸山投手をね、うん、はい、取ってきてますけど、はい、なんと評価が40点ねえ。いや俺が言ってんじゃないよ、書いてんだよここに。参考資料に書いてある。そう、俺が言ってる、はい、俺が言ってるわけじゃない、 こう、うん、これの評価はね俺が言ってるわけじゃないっていうね、はい、ところなのよ。即戦力投手がたった2人、うん、投手が足りない、課題は投手力と言い続けながら即戦力を見込める大卒投手の獲得を2人に留めているのは疑問を抱かざるを得ない、うん、基盤のしっかりした層の厚いチームなら全体的にバランスのいい締めだと喜べるが、今チーム、今のチームに求められているのは即戦力投手だったはず、うん、抽選に2度外れたこともあり正直期待外れ、うん、って言われて、はい、首位ですねすごい、うん、そうそう、こんなもんなのよ。そうです、俺らもそうだけど、適当なこと、みんなね、全予想最下位にしてたんですから適当なこと言っちゃうね、うん、本当すいませんね、ヤクルトファンの皆さんね、はい、ということでね、うん、まあでもやっぱりねこれ今のは、うん、まあ結果、はい、でもその去年の今頃で言えばやっぱりそこは足りないと思って補わなきゃいけないって思ってたのは、うん、はい、まあ、これはもう当たり前のことであって、はい、でそこでねこの木澤投手、山野投手をね、うん、まあ、行ったっていうところで、まあ、ここドラフトでね早川行ったのかな、早川行って外して、で鈴木行って外して、はい、うん、で木澤投手、はい、行ってっていうところで、まあ、この木澤投手がね、まあ、一軍、はい、未出場、うん、ファームではね結構投げてるみたいな、ファームで21試合で 5.61、はい、先発10回、うん、2勝7敗、はい、クオリティスタートも2回、うん、ちょっときついね、即戦力から考えると、うん、1年目としては今後分かんないよ、うん、今後分かんないけど1年目としたらまあ期待外れだね、はい、と言わざるを得ないね、まあ、即戦力と思って取ってるからですね。そう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 、うん、で、2位が山野選手、山野選手、はい、1軍では1試合に投げて先発、はい、うん、1回3分の1で、7失点、あら、防御率 47.25、 わお、まあ、1試合でね、はい、うん、で2軍です、はい、で、2軍では登板1試合、うん、先発、うん、怪我かな、うん、ですかね、うん、で、内山選手、はい、星稜高校から、うん、ね、内山選手は高卒ですからね、はい、まあ、1軍でも、6試合で6打数ノーヒット、うん、はい、で2軍では72試合2割2分4厘、うん、ホームランなの、おお、いい感じ、ね、いい感じ、はい、でエラー5個、まあまあいい感じ、うんうん、いい感じ、試合でもしっかり出るしね、はい、でもまあ、 未来に向けてね、うん、期待持ってるかなと、はい、で4位のね本山選手がね、はい、頑張ってんのよ、うん、本当昨日もね、はい、めちゃくちゃいいプレーをねセカンドで見せてジャンピングスローね、88試合出てるんですね一軍でね、うん、まあ、守備固めとかもあるからね、はい、で、2割5分3厘、うん、ホームラン3本、ヒット47、うん、出塁3割1分7厘、エラー4個、いいね、いいね、いい活躍、うん、いい感じ、即戦力だね、はい、これは確実に、はい、並木選手、はい、独協大学から外野手、うん、1軍では27試合2割5分、まあ、6打席
まあ、基本的には守備固めって感じかな。うん、そうですね。で2軍では68試合2割2分5厘、はい、39安打、うん、まあ、でも大卒だからね若干寂しいね、うん、正直。で続いて、はい、カテカル、カテカル投手、うん、2軍では9試合防御率 7.80、はい、まあもう育成だね、これから育成していくと。そうそうそう、育成、はい、で育成出身がピッチャー下投手、2軍で10試合、丸山投手が、2軍で14試合、うん、1勝 3.24、はい、まあ、基本リリーフだね、うん、野手が赤羽松井、赤羽か、うん、71試合、うん、2割3分1厘、はい、松井選手68試合2割6分5厘、うん、ホームラン3本、まあ、でもこの松井選手はもう26歳だからね、はい、まあ、頑張っていかないと。もうね育成で入ったけど年齢が高いんでね。そうですね、もう多分来年の頭ぐらいに開幕までにはもう試合下にね求められちゃうよね、はい、というところで、はい、まあ、全体的に、うん、C だね。 C、 あの確かに今首位にいますけど、いるけどこれドラフトで、うん、まあ、今のは結果欄としてこの時ね、はい、予定したこのやっぱ木澤山野投手っていうこの両輪がやっぱ1軍で回ってくれるっていうことの期待が大きかった1位、うん、2位指名の中で、まあ、この2人が1軍で躍動できてないっていうところは、はい、やっぱその戦略としては、うん、まあ、成功してないよね。そうですね。で、まあ、結果ねこのドラフト4位の本山選手の頑張りはね非常にあるけども、はい、全体としての構想を考えると C だね。そうですね、うん、まあ、でもこっからどうなっていくかは分かんない、ね、1年目のだけだからね、うん、俺1年目だけだから、はい、今後は分かんない、はい、さあということでね、はい、今年のヤクルトどうなりますか。今首位だからね、はい、しかもよ、うん、先発足りひんって言ってたところによ、はい、奥川2年目、うん、で高橋奎二、はい、で最近スアレス、サイスニードもいいし、うん、で小川、はい、で石川も昨日いいピッチング、うん、はい、高梨が谷間に投げていい、はい、でリリーフは、うん、あのマクガフを抑えて、はい、石山も状態いい、で清水、うん、で今野楽天から来た、はい、で田口が左のリリーバーになっていい形だし、うんうん、でだからあと原星っていうところもいるから、うん、いい形で投手陣がここに来てよ、いないいないって言われるいい感じ、うん、で野手も、はい、まあ、キャッチャー中村、うん、で小川がいて、はい、でベンチがベテランシム、うん、でファーストオスナ、はい、でセカンドが山田、うん、でショートが西浦、はい、でサードが村上、はい、で青木、塩見、サンタナ、うん、でそこの後ろに控えるのが山崎とか、はい、坂口、うん、で内野が宮本、本山っていうところで、はい、で代打に川端とか、うん、右の内川、はい、もうバランスいいのよ、うん、どうしようかね。じゃあどこが一番足りないですか。足りてるよ、どこも足りてる今ね、はい、でもよ、はい、強いて言ったら、まあ、先発は、うん、やっぱここが埋めてくれればいいけど、はい、来年ね、うん、で埋めてくれなかったら困るから、はい、まあ、先発は取りたいよね、うん、でしかもよ、うん、去年のドラフトで早川鈴木を外したけど言ってるってことは、うん、やっぱ左投手が欲しいと思ってんだよね、はい、で中で今の先発で言うと、まあ、高橋奎二がね、うん、いい感じで揃ってきたからいいし、はい、石川もいる、でももう一番いるって考えたら、うん、左、はい、おすすめ、はい、います、いるいる、いい、いいのがいるのよ。あれちょっと被らないかな、セーブと。じゃあ発表お願いします。発表いっとく、いっときましょう。第1回選択希望選手ヤクルト隅田千尋投手、西日本工業大学、左、ああ、左いいですか、いいのよ。へえ、しかもよ、はい、俺、うん、波佐見高校から、はい、西日本工業大学行ってる、はい、俺、うん、甲子園で、はい、この隅田君を見た時に、はい、1回戦で結構5対何5失点ぐらいして負けてんのよ、はい、でも俺は1回戦見た中で、うん、一番良かったの隅田君って言ってる、うん、へえ、多分俺スポーツ内閣で、はい、え、何が良かったんですか。いや、フォームのバランス、うん、で、まだ線も細いし、はい、たまにもそこまでまだそんな爆発的な力ないけど、うん、これうまく育てたら、うん、めっちゃいいピッチャーになると思うって言って、へえ、だからあのドラフト6位とか7位とかでもいいから、はい、俺は取っといた方がいいと思う、はい、時に、うん、そこであの志望届出してないって聞いて、あ、出してないんだと思って、うん、じゃあ今後 の、はい、あの未来が、うん、期待だねって言ってたら、4年後、うん、大学で育って出てドラフト1位候補よ、うん、俺それを証拠欲しいから、はい、めっちゃ調べたのよ、はい、
あの携帯に、はい、出てけへんのよ俺が言ったっていう事実が。でも絶対言ってんのよ。記事が出てこないんですか、うんうん、これ見てあれ見たことあんなと思って、ハサミ高校って聞いて、はい、じゃああの子じゃないのと思ったら、うん、やっぱその子だったのよ。甲子園の映像見たら、背番号10番か11番かなんかでね、はい、1番じゃなかったから、うん、だったら俺多分スポーツ内閣かなんかで言ってんのよ、はい、もし聞いた記憶にある、うん、もしくは何か持ってる人、うん、教えてください、はい、本当背番号10でほら甲子園、俺があの時いいって本人知ってるかなこれ見てくれてるんじゃないですか。いやあの4年前俺がいいって言ったの知ってるかな、あの時に何もない時に。いいじゃないですか今知れば。いやなんかあのもう後付けみたいに思われるのが嫌やん、はい、俺その時に言ってたんだから、俺ほんと取った方がいいよっていう、まあ、でも言ってただから俺、はい、ヤクルトにいいと思うね、うん、まあ、確実に、はい、外れ1位では 100% なくなるから。あやっぱそうですか、もう、うん、もうドラフト1位だから、はい、もういいと思う、うん、左腕のその即戦力ってなかなか多くはないじゃないですか。いないじゃないですか。さっきの佐藤君と隅田君、うんうん、まあ、この、ね、2人はね、うん、もうちょいいと思う。1位でねいなくなりそうですね。俺はヤクルトねいいと思う、はい、まあそこはねやっぱ取っといた方がいいと思う、うん、であとはね取るべきところで言うと、はい、内野手も欲しいかなっていうところはあるよね。うん、あのまあね、いくらねいてもいいっていう、はい、多分村上はそんな怪我するような感じしないけど、うん、ちょっと今年ね西浦も頑張ってるけども、まあ、二遊間っていうのは、はい、まあ、本山もねいい形で頑張ってて、まあ、宮本もね、うん、山田の穴ね去年埋めたりしていい活躍できてるけど、はい、まあ、ここはねいるに越したことないし、そしたらまあ高校生の、あとまあ外野も欲しいね。外野も、うんうん、外野いいのいる。外野いい選手ですか。うん、仙台大のですね、うん、川村優斗くん、いいの、打撃力がすごくあるみたいで、うん、はい、まあ、北海道出身なんですけど今仙台大って、うんうん、はい、で仙台大ってスポーツ大学なんですけどね、うんうん、で外野 でそして左です。うん、はい、いいと、どうでしょう外野でパンチ力が、ね、あるみたいなんですよ。そうだろ、はい、いや俺のデータには里崎リストにはいないですか。いないね。あとね、まあ、外野で言うと、はい、あの神奈川大学 の、はい、あの梶原っていう選手もね、はい、いいのよ。はい、あの右投げ左打ちなんだけどね、うんうん、あのそういった選手とかもヤクルトにはおすすめかなっていうね、はい、そうですね、うん、ところはあります、はい、今回私のいつも地元枠の推薦枠があるんですけど、うんうんうん、あの今年ね静岡からこうプロ志望届出してる人があんまりいなくてですね。そうなの。そうなんですよ。なので第二のふるさと東北でもリスタップしたんで。おー、はい、そこも、はい、で川村優斗君ちょっとぜひお願いします。あとはまあ、 あの高卒のね、はい、ピッチャーっていうところも、うん、まあ、今回の今年の高卒ビッグスはね、あの明桜高校の風間君、はい、で報徳の小園君、うん、高知高校の、はいはい、森木君、森木君で天理の達、はい、っていうところがね、うん、結構ビッグ4ぐらいかな、はい、有力視、ね、うん、そうそう、されてるんだけども、まあ、そういったところのね選手を行くのもいいかなっていうね、はい、高校でね。そうですね、うん、でもヤクルト1位だから、はい、ウェーバー2巡目だから残ってないね。あ、なんか何日現在の順位でウェーバーが決まるらしいの、はい、このドラフト前の。そうなんですか。そうそうそう、はい、だから多分残ってないねそこら辺は。だから1位でまあそこは行きたいなと、はい、で下位ぐらい、まあ、その次に外野手言うと俺はねこの神代の梶原君、へ、あの阪神の糸井タイプらしいんですよ。あ、いいですね、うん、がおすすめです、はい、ヤクルトはね、はい、え、じゃあ結構まあピッチャー取って外野、まあ、外野も取っといてもいいかなっていうね、うん、ところはまず青木がね、まあ、今いいけどこう晩年になっていくっていうところを考えたら、まあ坂口も晩年だし、でまあねここ塩見はまったけど山崎っていうところもあるけど、まあパンチ力があるねっていうところのね選手もいるんで、まあそういったところではこの梶原か、まあ慶応の正木っていうところがまあ俺はおすすめかなっていうね、ヤクルトには。さあ、じゃあこの選手たちが選ばれるのかっていうね。そうですね、やっぱ選ばれると思うの俺は。いいと思うからね。私は選ばれるかわからないけど入ってほしいという願望を持ってますから。そうそうそう、はい、ということでね、はい、ヤクルトはね1位は、まあ、俺のおすすめの隅田君、はい、いいんじゃないのかなと思います。いいですね、はい、うん、まあ、どうなるのかね、はい、皆さんだからこれはね皆さんもそのヤクルト推しのね、はい、ファンの人たちも皆さんのドラフト1位とかこういう選手欲しいとか、はい、今のチームでこういう状況ですからチーム欲しいっていうのを教えてほしいですね、うん、そうですね、うん、でそこでまた楽しみたいですね。はい、はい、